はいはい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。で今回はコロナウイルス関連の動画というか、うちのチャンネルでこれからどのようにしてやっていくのかという方針をお話しさせていただければなと思います。皆さんもご存知の通り、4月の上旬からそれから5月の25日まで緊急事態宣言が出されておりましたが、25日でそれが解除されましたということで、うちのチャンネルでも撮影を再開したいなとそのように思っております。でこの動画の構成としては、まず最初に政府が出している段階的緩和の目安っていうのについて、その政府の方針をざっくりご紹介した後に、うちのチャンネルの方針をお話ししたいと思います。でまず5月25日に緊急事態宣言が解除されました。でそれから段階的に政府がまず6月1日から、この動画を投稿するのは多分6月1日になると思いますが、1日以降に1日から6月19日までは県をまたぐ移動っていうのがある程度制限されるというか、推奨はされないんですが、本当に気をつけて行うようにという、まあ、項目で、で6月19日からは本格的にその県をまたぐ移動っていうのが自粛というか規制が解除をされる、自粛要請が解除されるといった感じになります。でそれを踏まえて、うちのチャンネルではどうしたいかと言いますと、6月1日からは撮影を再開します。ただいくつか制約があります。でうち僕は今現在動画投稿を行っているんですが、一応伝えたら社会人なんですよ。社会人で、で、具体的な日数で言うと、まあ、週3回くらいの目安で、山手線の、まあ、都区内ですね、うちはちょっと東京23区から外れたところにあるんですけど、そこから1時間ぐらいかけて東京に行って、で山手線内にある会社に行って帰ってくるって、まあ、週3回で現状行っております。そうなので、まあ、結果、まあ、何しても撮影を自粛しても別に都内には行かないといけないん で撮影の条件としては、これは6月1日から6月19日の間に関して言うことなんですけれど、その間の撮影は都内の会社に出社するタイミングでの撮影を行います。その行ったタイミングで、そのついでに動画撮影をするっていう感じですね。でもちろんその時に関してはマスクを着用して、でナレーション、動画に関するこのベラベラ喋るような解説は基本的には家帰っての後付けで行います。でその駅とかで喋ることがあったとしても、人がいる周りでは喋りません。駅の端っこに行って周りに人がいないことを確認した状態で、まあ、飛沫とか飛ぶ可能性があるんで、それがもう最低限その可能性がないなっていうのを確認した上で話します。ただ基本的にはもうほとんどが後付けで行う予定です。そうなんですよ。普通に週3回も都内に行くんで、そういう方向で動きたいなと思っております。であとは6月19日以降なんですけれど、19日以降は政府の方針としては完全に県をまたぐ移動っていうのが、規制が解除されるんですが、ただこれからコロナウイルスの感染者が確実に減っていくとは限らないので、うちのチャンネルでもこう臨機応変なその対応をしたいと思っております。19日になってそこで県をまたぐ移動を緩和というか、それを解除してもうガンガン旅行に行くのではなく、一旦様子を見ます。19日になって政府の方針が変わっていないかどうか、あとはコロナウイルスの感染者数が増えていないのかどうかっていうのを、また臨機応変にこう考慮した上で、そこから先県をまたぐ移動旅行を再開するのかどうかっていうのは、改めて YouTube、 このチャンネル、コミュニティ欄、それから動画、それから Twitter の方でお知らせしますので、それまでは19日までは会社に出社するタイミングでの撮影を行います。で、その撮影する中でコロナウイルスに対しての、対策っていうのは万全に行った状態で撮影を行いますといったお知らせでした。ちょっとごっちゃごちゃしちゃったんで、でこれ携帯から撮っているんでノーカットで出すと思うんで、概要欄に、まあ、まとめという要約文を書いておりますので、ちょっと分かりにくかった方はそちらを見ていただければなと思います。それでは皆さんもコロナウイルスにお気をつけてお過ごしくださいませ。それではありがとうございました。